ぜいぜい言ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です絶景ですね。っていうか富士山がすごい綺麗、綺麗ですね。ここからはい、皆さんこんにちは。こんにちは。金曜日1時30分になりました。アニマルスタジオトライアル、はい、今日はいずこに？今日はですね、はい、浅間公園です。荒倉山浅間公園、公園です。ここは、はい、山梨県が誇る、はい、絶景ポイントがあるんです。絶景ポイント、はい、山梨県が誇る、はい、行ってみますか。うん、手を洗い、そうですね、でいい絶景に恵まれるよう手を洗い、そうですね。昨日座りましたからね。ほい、ここでもお参りをしましょう。では、はい、皆さんを代表しまして、何を？世界平和を。ありがとうございます。さあ、はい、行きますか。東京とは全く違いますね。そうですね、雰囲気も、空気も綺麗、はい、子育て神木って読むのかな、うん、なんて読むのかな。さあさあ、すごいです。裾野からぐーんと伸びる富士山が、おお、すごいなあ。ここさん見えますよ。すごい、うん、ちょっとだけ雲がかかってますけど。そうだね、ちょっと霞んでるけど、綺麗だね。日本一の山、富士山です。お天気でございます。すごいね、うん、あ、ここですね。はい、ここ見えますか？階段。階段見えますね。ついに来ましたね、階段上り。お、このロケでも来ましたよ。行ってみましょう。よいしょ。しばらく階段を上る映像がすごいな、富士山がね、うん、左右対称なんですよ。ほうほう。富士山ってどっから一応見ても、はい、こうボコッとしてるところとか、はい、へこってなってるところがあるんだけど、うん、富士吉田市から見る富士山は、うん、左と右のその稜線が左右対称で、うん、綺麗なんですよ、おっておっしゃってて、うん、その通りの富士山ですね、あれは。早くも今日はいい天気ですね、グリオさん。休憩タイムですか？富士吉田市にですね息もキレキレやってきておりますが、はい、なぜ来たかというと、おい、ただいまジャパンという、はい、ウェブサイトを我々作っておりまして、はい、そのただいまジャパンで、はい、お散歩コースなるものを作っておりましてですね、お散歩コース、今日は富士吉田市さんの、はい、お散歩コースを巡る旅をやっているというところです。じゃあもう町の人というか市の人おすすめの場所ばかりということですね。そうですね、見てください、階段がすごい続いてます。まだまだですね。まあ今までの我々の経験上、いい景色を見るためには高いところに登らねばならぬという経験を裏切らず、ここでも大変でございます。ぜひ言ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です。お、来ました。あ、これか。まずは五重の塔で来ました。五重の塔が見えております。そう、もう
街一望ですね。すごいじゃん。ここで十分綺麗ですよ。あ、本当に綺麗ですね。見えますか。中霊島です。ここか。はい、五重の塔。はい、そして背景に富士山がある。はい、あれですね。はい、うん、なるほど。来ました、来ました。綺麗ですね。青空に赤が映えてます。さらに上を目指します。本当街一望できますね。できますね。綺麗ですよ。うん、あ、いい天気で良かったです。本当だね。うん、よいしょ。そこをまっすぐ行ったところだと思います。ここ？はい、到着しましたよ。見えますか？多分ここだよね。うん、ここです。ちょっとてっぺんが見えないかな。ちょっと午後なのでね、うっすら曇ってるようにも見えますけど、綺麗に富士山見えてますね。ちょっとこう雲がかかってて富士山らしいですね。春には桜が綺麗みたいですよ。五重の塔も綺麗ですね。よいしょ、ちょっと風が気持ちいい。うん、ここですね。ここですよ。すごい綺麗、絶景ですね。というか富士山がすごい綺麗。綺麗ですね。ここからやっぱ裾野綺麗ですね。あっちのすごいよね。うん、綺麗ですよ。ここあと30分ぐらいいていいんじゃないですか。気持ちはね。はい、はい、もう降りる感じ。これ降りる感じですね。よし、じゃあ降りましょう。今多分ここ工事されてるんですよね。そうですね。きっと、うん、展望台、安全な展望台ができるんでしょうね。そうですね。今でもこんな足元の悪い中でもたくさんの人が来てますよ。すごい、もう本当に裾野が綺麗、本当に。そうね、裾野本当に綺麗に見えるんですね、ここの街は。富士吉田市の職員さんと昨日話した時に、はい、ただいまジャパンの富士山のこのロゴマークは左と右が左右対称だから富士吉田から見た富士山ですねって言われました。そうです。そうですって言いました。そうですよね。その通りですよ。おもてなし富士吉田さん。はい、というわけで富士山を見るにはここという絶景ポイント、はい、浅間公園に伺いました。はい、来ました。美しいですね、富士山。そうですね。どうでした？はは言って登ってきちゃいましたけど、そんなに大変じゃないよね、階段。そうですね、うん、そこまでじゃないんです。だって10分で登れちゃうから、うん、振り向き登ってもいいですしね。そうですね、うん、いやでもこの富士山は絶対見た方がいい、うん、そうですね。そしてあの五重の塔と一緒に見た方がいいです、ね。はい、さらにまた上に行くと絶景みたいですね。ので行くんですか今から？いえ、あ、そこじゃないんだ。また今度で。あ、また今度です。はい、はい、というわけで浅間公園からお届けしました。はい、それでは皆さんまた来週。バイバーイ。バイバーイ。